休憩前に引き続き会議を開きます環境経済委員長の審査報告を求めます4番林博文議員 ただいま議題となっております第9号議案平成29年度長崎市一般会計予算のうち環境経済委員会所管部分における審査の経過並びに結果について以下特に質疑意見が集中した点をご報告申し上げますまず予算編成にあたっての重点化方針につきましては各部局の重点的取り組みについて交流の産業化の実現に向けた具体的な施策 再生可能エネルギーの地産地消による有効利用の取り組み事例、地元就職と UIJ ターンの現状と課題について、正した次第であります。次に、各間の審査につきましては、まず、総務費において、ふるさと納税制度により実施しているガンバランバ長崎市応援寄付金のさらなる増額を図るための がんばらんば長崎市応援寄付推進費が計上されております委員会におきましては寄付額と市民税控除額の比較寄付の最高額および人気の謝礼品今後寄付額が減少した場合にふるさと納税制度から撤退する可能性市外に居住する市職員の寄付状況稲佐山公園スロープカー整備事業を 企業版ふるさと納税制度の対象としたことによる事業機関への影響の有無について正すなど内容を検討した次第でありますそのほか同じく総務費において旧長崎式見ハイツを売却する考えの有無ブリックホールの旧レストランスペースの有効活用策文化振興課の事務室を本庁舎ではなくブリックホールに置いていることへの見解 長崎ペンギン水族館の指定管理者の努力による利用料金収入の増収分を職員の給与に充てる考えについてただすなど内容を検討した次第であります次に衛生費において三共クリーンランドの埋め立て容量の約2割を占めるマットレスやソファーを解体し資源ごみと燃やせるごみに分別処理することで埋め立てごみの容量を減量化し 処処分分場場のの延命化を図るためのクリーンランラド埋立処分場維持管理費が計上されております委員会におきましては事業効果の算出根拠とする建設事業費について三共クリーンランドの事例を使用せずに九州の平均値とした理由マットレスおよびソファーの解体の作業方法について正すなど内容を検討した次第であります。 その他同じく衛生費において生活排水処理基本計画の策定業務を委託によ,る委託により行う妥当性不法投棄監視パトロールの効果西工場の余熱利用施設へ向かう利用者の交通安全対策について正すなど内容を検討した次第であります。次に、にに農林水産業費において、イノシシやシカ等の有害鳥獣よる 農および生活環境への被害を防ぐための有害鳥獣対策費が計上されております。委員会におきましては、拡大する有害鳥獣被害への対策として、ワイヤーメッシュ柵の飛び越えや、地中からの侵入防止対策を行う考え、イノシシの掘り返しによる農地、石垣の崩落被害の対策を行う考え、捕獲従事者の負担となっている捕獲後の処分への支援策、 について正すなど内容を検討した次第でありますその他同じく農林水産業費において長崎市憩いの里あぐりの丘に指定管理者制度を導入するにあたり指定管理者を公募により選定するための指定管理者候補者選定審査会費が計上されております委員会におきましては指定管理者制度に移行することによるコンセプトの変更や施設のリニューアルの有無 指定管理者制度の導入区域をを見直すす考えについて正すなど内容を検討した次第でありますそのほか同じく農林水産業費において漁食普及などの取り組みにおける魚の町応援長崎応援女子会とのさらなる連携国県の制度の見直しに伴い平成29年度から市の補助が廃止された産地水産業強化支援事業に対して 市独自で補助を行う必要性、越波防止等のために行う各種護岸整備事業の進捗状況、高島と牧島の水産センターの統合に関する検討状況についてただすなど、内容を検討した次第であります。次に、商工費において、企業立地促進のための奨励制度、および長崎県と連携した企業誘致活動を展開するための 企業立地推進費が計上されております委員会におきましては、企業立地奨励金を交付した企業における製造業の割合、長崎県産業振興財団への派遣職員による成果と、製造業が集積する東海地区への企業誘致活動を推進する考え、製造業の誘致が可能な土地の有無、出島地区オフィスビルについて、 長崎県産業振興財団への貸付金の返済期限返済期間を遵守させる考え3年目から入居率を100%と見込んだ貸付金の収支シミュレーションの妥当性について正すなど内容を検討した次第でありますそのほか同じく商工費において交流拠点施設の事業者の公募・選定を進めるための 受注者選定審査会費及び専門的検知からの支援を受けるとともに事業者からの提案内容を周知する市民説明会の開催などを実施するための交流拠点施設整備検討推進費が計上されております委員会におきましては交流拠点施設について市民説明会の開催の在り方や開催回数を増やす考え 広報活動の充実による市民周知の必要性、計画の見直しを含めて市民の声を反映する考え、審査委員名の公表の有無、受注者選定審査会による審査過程の透明性が確保される見通し、交流の産業化は本市の重要な施策であるにもかかわらず、民間に提案を求め審査を審査会に任せ、 市民や議会が参加できない仕組みとしたことの妥当性について正すなど内容を検討した次第でありますそのほか同じく商工費において東京オリンピックの開催を見据え DMO の組織や人員体制の構築を早期に行う考え長崎市版 DMO を推進する業務を委託により実施することの妥当性夜景観光への本市の取り組み姿勢 運営事業費より高額な歴史文化博物館の光熱水費に対する見解について正すなど内容を検討した次第であります以上審査経過の概要を申し上げましたがその結果ガンバランバ長崎市応援寄付推進費については定期的な見直しにより魅力ある謝礼品となるよう検討するとともに制度の趣旨がふる,へのふるさとの自治体への寄付という目的から 謝礼品目的となってきているため場合によっては将来撤退することも検討してほしい不法投棄対策費についてはパトロールの強化を行うとともに不法投棄をしづらい地域の環境づくりを行ってほしいとの意見が出されるとともに原案に反対する立場から交流拠点施設の整備については本市で会議が開催されれば参加を希望する声が多数あるという意見がある一方で 高齢化が進む本市では、箱物より福祉の予算を増やすべきという意見があるなど、市民の意見は分かれている。今後、人口減少や高齢化が進む本市の状況を鑑みると、教育や子育て、福祉など、人に対して予算を使うべきであると考えることから、交流拠点施設の整備には反対であることなどを主な論拠とする反対意見が出されたのであります。一方、ガンバランバ長崎市応援寄付推進費については、 寄付額だけを目的とせず、長崎の特産品の PR や、シティプロモーションとして積極的に取り組むとともに、市外居住の市職員による寄付を増やすよう努めてほしい。産経クリーンランド埋め立て処分場のマットレスと解体事業については、処分場の延命化が大きく図られ、事業効果が高いため、推進を図るとともに、マットレス解体委託については、福祉や雇用の観点から、 障害者団体への委託が実現されるよう努めてほしい。企業立地推進費については、長崎県産業振興財団への貸付金の返済期間が長期にわたるため、収支計画を精査し、市民の税金であることを念頭において、責任を持って改修に努めてほしい。世界・日本・新三大夜景推進費においては、宿泊観光を増加させる手段として、 夜景観光は大きな武器であるため積極的に予算を確保して取り組んでほしい受注者選定審査会費については長崎市 PFI 基本指針に定められている透明性の原則に沿って交流拠点施設の事業者の決定の決定過程の透明性を確保してほしい交流の産業化については定住人口を交流人口で補うだけでなく所得の向上 雇用の拡大を目指し定住人口の増加につなげるとともにこれまでにない創意工夫した取り組みを考え地域経済の衰退に歯止めをかけるよう努めてほしいなどの要望を付した賛成意見が出されましたので採決の結果賛成多数で原案を可決すべきものと決定した次第であります以上で環境経済委員会における審査報告を終わります。 次に、建設水道委員長の審査報告を求めます。二十四番、堤勝彦議員。 ただいま議題となっております第9号議案平成29年度長崎市一般会計予算のうち建設水道委員会所管部分における審査の経過並びに結果について以下特に質疑意見が集中した点についてご報告申し上げますまず予算編成にあたっての重点化方針のうち重点プロジェクトについて町村プロジェクトにおけるオシュレットトイレの整備による環境改善状況 長崎駅前商店街の活性化を都市再生プロジェクトの一環として位置づけることの必要性また各部局の重点的取り組みについて ICT などビッグデータを活用する道路整備の取り組み人口減少や高齢化海面の水位上昇など将来の街の姿を見据えて各種取り組みを推進することの必要性についてたしたので あります次に各課の審査におきましてはまず土木費において一筆ごとの土地の所有者地盤および地目の調査並びに筆っ及および筆跡に関する測量を行い地籍図および地石碁を作成するための地石調査費が計上されております。委員会におきましては事業の完了の見込み市街区域から実施することにより 事業の進捗率を上げる考え休憩者地崩壊対策事業など防災対策と合わせて事業を実施することにより国の補助を確保する考えについて正すなど内容を検討した次第であります次に同じく土木において稲妻山山頂展望台へのアクセスを向上させ団体観光客等の利便性の向上を図るため 稲妻山公園のスロープカー整備などを行うための公園施設整備事業費が計上されております。委員会におきましては、維持管理等の費用の見込み、仮称・中腹駅のトイレの設置、および公園内の既存のトイレをオシュレットに改修する考えについていたはなど、内容を検討した次第であります。次にに同じく土木費において 市内に存する住宅の住環境改善や若手技能者の育成と技術の継承を目的として住宅リフォーム工事に要する費用の一部を助成するための長崎住岡リフォーム補助金が計上されております。委員会におきましては経済効果や若手技能者の育成に寄与しているにもかかわらず予算が減少している理由 見込みを上回る申請があった場合受付を締め切るのではなく補正予算を計上して対応する考えの有無についてただすなど内容を検討した次第であります。そのほか土木費におきましては道路新設改良事業費において虹が丘西町1号線の工事完了の見通し町中再生推進費において町な中,中の賑わいを推進するため 空き店舗の活用に対する考え、公共交通の利用実態等の現状分析を準しない業者へ業務委託することの妥当性、当人屋敷建材化事業において、地元、蛇踊り会が土人堂広場にて練習ができるように、吾妻屋を整備し、伝統芸能を継承していく考えの有無、都市計画道路、浦上線への着手の見通し、 用地取得に関わる交渉などを民間に委託する考えの有無について正すなど、内容を検討したい次第であります。以上、審査経過の概要を申し上げましたが、その結果、一部委員から、九州新幹線・西九州ルート建設に関わる予算は認められないこと、土地区画整理事業費東長崎平間東地区については、 住民合意が得られてないことなどを主な論拠とする反対意見が出されたのであります。一方、地籍調査については防災上の観点から斜面地や人口集中地区を先行して調査することにより進捗を図るとともに業務委託にあたっては市内業者の育成を踏まえた発注を行ってほしい。公共施設の耐震化を早期に完了し 民間建築物の耐震化を図るための支援を推進するとともに避難所の指定については耐震改修工事が完了した建築物を登録してほしい整備要件を見直した車道整備事業については良い取り組みであるので社民地市街地における生活支援のためさらに事業を推進してほしい指導及び離動等については イノシシによる被害が増加しており維持補修を行うための人員の確保および部局間の連携等を行い事業費の増額も含めて検討してほしい LED 街路灯の整備については経費削減効果を有効活用するため文化観光部と連携し夜景観光への貢献を視野に入れて取り組んでほしい。地交渉については 事業が1日でででも早く完成できるよう取り組んほしい県が施工する休憩者地崩壊対策事業において休憩者地の崩壊による被害から市民を守るため県との調整及び予算確保に努めてほしい市街化区域及び市街化調整区域の見直しを行うにあたっては市が主体となって区域の状況を調査し地元の業者 または大学等と連携をを図ってて推進してほしほい長崎駅周辺のエリアデザインにおいて市民,に市民や観光客にとって最も重要な駅から国道へのアクセスについては高齢者にも配慮の上整備をしてほしい稲佐山公園のスロープカー整備については新たな夜景観光の資源として迅速に進めるとともに市民や観光客のニーズに合ったトイレや公園など の整備も併せてて進めほしい長崎住岡リフォーム補助金については市民のニーズが高く若手技能者の育成の観点から経済効果にも寄与するため周知を図るとともに予算をしっかり確保してほしいなどの要求を応募した賛成権が出されましたので採決の結果賛成多数で原案を可決すべきものと決定した次第であります以上で建設水道委員会における審査報告を終わります。 これより質疑討論を行います。十六番内田隆秀議員。ただいま議題となりました第九号議案平成二十九年度長崎市一般会計予算について。 日本共産党を代表しし長報告に反対の立場から意見を申し上げます新年度一般会計予算の中には子ども医療対策費において入院のみでありますが中学校卒業までの対象年齢の拡大や保育料の第2子半額条件の緩和による対象者の拡大など市民の願いに応えた評価できる新しい予算もあります。しかしながら開発 方のまちづくりが進められています市民の暮らし最優先の市政運営を求める立場から以下の理由で反対するものであります第一に本市の行政改革の問題であります市民間窓口の民間委託を拡大し納税証明や新たに設置する窓口案内にも広げようとしています市民への窓口業務は市の基幹業務であり 個人のののプライバシー保護の点からもも直営でで実施すすべきものです2008年の第13回執北手弁当会議で窓口,負担窓口担当職員との会議が持たれ市長は市民家は転入,者転入者が最初に来る場所なのでその町のイメージにつながるとか自分の職場の成果を広く考えてみてほしいと 窓口業務が果たし得る成果について語っています大事な役割を持つ市民化の意義を今一度見直し委託の撤回を求めます第二に新視聴者建設事業についてです視聴者建て替え視聴者の建て替えの必要性について異論はありませんが旧公会堂後に建て替えを決めるに至った経緯や258億円に上る 総事業費に対する市民の理解は得られておらず認められません第三にまちづくりの問題です公共施設マネジメント推進について公共施設マネジメント計画は今後15年で公共施設の床面積25%の削減を推し進めようとするもので市民が求める公共サービスの充実が図れなくなることから 削減歩きの進め方は見直すよう求めます次に旧公会堂解体費が計上されていますが旧公会堂についてはこの間2度の住民投票を求める直接請求が行われました新しい文化施設の建設場所の方針が明らかになったとはいえ県庁舎跡地へのホール整備も含みを持たせており確定的なものではありません またこの間の市政運営における市民への説明の在り方について市長自らの反省として挙げられていますが旧公会道跡地への新市庁舎建設に至った経緯を踏まえ認めることができませんまた三宝山環境対策については市民の水がめの野浦ダムの上に位置する三宝山に大量に廃棄物が埋められて埋めてある事実を このまま放置している現状を認めるわけにはいきません。国や県とも協議をし、抜本的な改善策を講じることを求めます。次に、受注者選定審査会費における交流拠点施設、さらに観光振興対策費における交流拠点施設整備検討推進費については、枚数施設建設を前提とした経費であることから認めることができません。 マイス施設建設に新たに約150億円の税金が投じられる予定です。子ども、医療費、女性の中学校を卒業するまで実施するならば1億7千万円です。廃止された77歳、88歳の長寿誘拐金を復活させるには約1億4千万円必要です。この2つの事業の約50年分の予算を交流拠点施設に投じることは、 市民目線にそぐわないということを指摘しておきます交流人口を拡大する施策に多額の税金を追い込むのではなく地場企業の商品開発や販路拡大の支援を抜本的に強化し大主保育料の無料化など子育て世代の経済的負担を軽減する施策の充実を図るよう求めます国民健康保険事業について一般会計から 国交会計への繰り入れを増やし、国交税の引き下げを求める立場から認めることができません。次に、三田,田小学校等、検察におきましては、小島養生所をめぐる問題で、情勢は変化しています。さらにさまざまな要望や陳情が出されている状況を見る限り、現計画で進めていくことは拙速だと考えます。よって認めることはできません。次に、に学校給食に関して、 給食施設ををを統合すすることとと目的しした整備検討を行おうとしています雇用の減少や配送などの問題点がある上に食中毒と衛生面で問題があれば甚大な被害が起こることは明らかです未然防止策しか語れない現状でこの予算を認めることができません就学援助巡洋保護世帯の入学準備金は 早期支給に見直したことは評価しますが、その支給額について、有保護世帯と同水準で支給することを求めます。さらに、野間崎における恐竜博物館については、この間、行われてきた野間崎エリアの未来を考えるワークショップと連携し、同地区住民の方々にも愛される拠点の形成に全力を挙げて取り組むことを求めます以上討論といたします。 三十四番井上茂久議員。えー、ただいま議題となっております第九号議案平成。 29年度長崎市一般会計予算について賛成の立場から意見を申し上げます平成29年度市長の施政方針は、町を支える仕組みについて、組み替えをしようとの考えを示しております。地域を支える仕組みを整備する、行政サテライト機能再編成、町づくりを支援する職員の資質向上など、 地域コミュニティの仕組みづくりなどを構築するため地域を支える職員の研修教育を行う方針が示されておりますまずは職員に地域のイベントや地域の伝統行事ゆく,ゆく会などの活動に参画するよう促す必要がありますまた自治会加入や自治会役員への就任状況も把握され地域行事への参加が図れるよう理事者の 指導性をを期待をいたしますその上で担い手育成、地域リーダーの育成など、職員の人材育成に努めていただきたいと思います。まず、行政サテライト機能再編成の実施時期につきましては、7月から10月に変更する修正案を可決し、修正議案を除く原案について賛成をいたしました。 審査過程においては地域への周知や職員への研修などを行うには期間が短く時期尚早との意見もあり総務委員会へ水戸副市長の出席を要請し中央総合事務所と中央地域センターが必要な理由や実施時期の考え方などを正し実施後に地域住民や職員の声を聞きながら十分な検証と 必要な見直しを行うことなどをを要請しし付帯決議をつけましたこのような事態を招いたのは地域住民や議会への周知説明が不十分で行政側の地域説明会の進め方議会への説明などに問題があったことを強く指摘し改めて関係先や地域住民議会職員への説明を お願いをすするものです平成29年度重点化方針重点プロジェクトの質疑では行政側は行政サテライト地域コミュニティの仕組みづくりなど9項目の事業についても地域住民に対して説明会を開催し周知徹底を図るとの説明がありました行政側が計画する地域説明会においては 町内の横の連携が乏しく、担当部のみのスケジュールとなっており、説明会開催には工夫が必要であります。担当部の一方的な計画とならないよう、スケジュールの調整を行い、市民目線での対応を要請をいたします。次に第10巻、教育費、小中学校適正配置推進費につきましては、少子化の進行が見込まれる中で、 学校での教育活動の効果を高め、子どもたちの教育環境を整備するものです。本事業を進める上では、長崎市立学校通学審議会が市に提出をいたしました、長崎市立小学校、中学校における規模の適正化と適正配置の基本方針案について、答申を尊重し、対象地区においては、 保護者や地域住民と十分な協議を行って。対応されるようにお願いをいたします。第二巻総務費。ガンバランバ長崎市応援給付推進費につきましては。ふるさと納税の。寄付額の増加を図るための。ポータルサイト委託費用などの経費が計上されております。謝礼品の中には。人気がある。謝礼、謝礼品もあれば。 不人気な謝礼品もありますえ寄付額の増加を図るというのであれば、定期的に、謝礼品の見直しを行い、魅力ある謝礼品にしていくよう、検討をお願いをしておきます。第8巻住宅費、長崎住岡リフォーム補助金につきましては、平成28年度予算、1億4千万円であったのに対しまして、平成29年度の予算計上は、 9, 万円に減額をされております毎年100の執行率しかも年度途中で補助金が底をつくほど市民ニーズが高い現状にありますさらに経済効果は14倍以上建設業界で最重要課題となっている若手建設技能者の育成に多かな効果があります長崎市が抱える課題の解決に 資する施策,であり施策であり、住宅リフォーム助成制度は拡大すべきで減額すべきではありません。平成29年度、仮に早い時期に予算が尽きるようであれば補正を、補正を組むことも視野に入れて、取り組みを進めるよう要望いたします。併せまして、平成28年度、それぞれの事業の反省を踏まえまして、 平成29年度の事業推進に生かしてもらうことを要請し、賛成討論といたします。 7番山口正義議員。明星クラブの山口正義です。 ただいま議題となっております第9号議案平成29年度長崎市一般会計予算について原案に賛成する立場から意見を申し上げます本市だけでなく日本全国を見ても将来的に人口の減少は避けられないという現実に直面しています そのような中、本市におきましても、自然源と社会源の両方の要因により、近年、他都市に比べても人口減少が著しく、昨今の報道によれば、人口減少数は全国の自治体で北九州市に次いでワースト2位という非常に厳しい現状にあります。 中長期的に見ますと人口の減少に伴う市税や地方交付税の減少が今後の市の財政状況に大きく影響することも予想されますこのような中限られた財源と人員の中で将来にわたって安定した市民サービスを提供するために 選択と集中による事業の重点化と健全な財政基盤を図ろうとする平成29年度の予算編成方針には一定の評価をするところであります。それでは各施策ごとに意見・要望を申し上げます。まず第一に行政サテライト 昨日再編成については、支障を拡充し、地域のことは地域で解決するという方向性には賛成いたしますが、市民の理解が得ら,られるように、十分な周知を図っていただきたい。第二に、新・市庁舎については、 これからの人口減少を見据え、行政サテライト機能再編成の取り組みとも十分連携したコンパクトな本市長となるよう、もとい、本市長者となるよう、基本計画の策定を行っていただきたい。第3に、夜景観光については、 積極的に予算を確保するとともに稲佐山公園スロープカーについては世界日本新最大夜景の魅力を向上させ夜景観光を盛り上げる重要な観光資源となりうるものであるため部局間で横の連携を取りスピード感を持って整備を行っていただきたい。 第4に、ふるさと納税については、寄付額のみに目を向けず、長崎の特産品の PR や、シティプロモーションとして活用するとともに、市外に居住する市職員からの寄付額の増にも努めていただきたい。第5にに調査については旧 長崎市内の進捗率が3.73%と低い状況にあり、市街区域内の災害時の対応などが非常に不安であるため、早急に斜面地や人口集中地区を先行して調査していただきたい。第6に小中学校の適正配置については、 学校数のみならず、地域性にも着目し、児童・生徒をはじめ、保護者や地域の声を聞きながら、慎重に進めるとともに、通学費補助にかかる小学校4キロ以上、中学校6キロ以上の距離の条件についても、引き続き検討していただきたい。 第7に、恐竜博物館の建設に向けては、恐竜化石を活用するにあたり、発掘調査場所の購入を検討するとともに、学術研究のみならず、地域の活性化につながるよう取り組んでいただきたい。以上、意見・要望を申し上げましたが、 市長は、市政方針等のさまざまな機会において、交流の産業化への取り組むことを表明されておられます。交流の産業化の目指す方向性については、一定理解いたしますが、それを具体化する施策はというと、今一つ分かりにくいのが現状ではないでしょうか。 さらに、人口減少が著しい本市の現状に目を向け、市役所や市役所の本庁や行政センター、支所の在り方を大きく変えようとする行政サテライト機能再編成についても、その内容を市民がどれだけ 理解できているでしょうか市民を置き去りにしてしまっては何も進めることはできません市民の理解を得るためには十分な時間や説明が必要でありますのでこれまで以上に積極的な市民への周知に努められることを強く要望し賛成 討論といたします。 質疑討論を終結しただいま議題となっております第9号議案平成29年度長崎市一般会計予算について採決いたします法案に対する各委員長の報告は原案可決であります委員長の報告通り決することに賛成の議員の起立を求めます起立多数でありますよって第9号議案は原案のとおり可決されました この際お諮りいたします日程56第1号議案から日程65議第2号議案までの10件につきましては、委員会付託を省略することにご異議ありませんか。ご異議ないと認めます。よって以上、10件につきましては、委員会付託を省略することに決定いたしました。日程56第1号議案、監査委員の選任について、お議題といたします。 市長の説明を求めます市長,市長ただいま上程されました第一号議案監査委員の選任について提案理由をご説明いたします監査委員手塚健太郎氏が本年3月31日をもって退職するためその後任の委員を選任する必要がございますが 三谷栃弘氏を適任者と認め選任いたしたいと存じますので地方自治法第196条第1項の規定により議会のご同意をお願いしようとするものでございますなお同氏の略歴につきましてはお手元の議案に添付しておりますのでよろしくお願いいたします以上でございます お諮りいたします本件はこれに同意することにご異議ありませんかご異議ないと認めますよって第1号議案はこれに同意することに決定いたしました次に日程57第2号議案人権擁護委員の候補者の推薦について御議題といたします市長の説明を求めます市長 ただいま上程されました第2号議案人権擁護委員の候補者の推薦について提案理由をご説明いたします人権擁護委員の候補者として赤木幸人氏福田誠二氏宮地和重氏山里博史氏を適任者と認め推薦いたしたいと存じますので人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の皆様の ご意見をお聞きしようとするものでございますなお四人の略歴につきましてはお手元の議案に添付させていただいておりますのでよろしくお願いいたします以上でございますお諮りいたしますただいま議題となっております第二号議案についてまず赤木幸人氏を推薦することについて これに,同意することにご意議,議ないと認めます。よって赤木幸人氏を推薦することについては、同意することに決定いたしました。次に福田誠二氏を推薦することについて、これに同意することにご異議ありませんか。ご異議ないと認めます。よって福田誠二氏を推薦することについては、同意することに決定をいたしました。次に宮地一茂氏を推薦することについて、 ここれにに同意するとご異議ありませんか。ご異議ないと認めます。よって、宮地一茂氏を推薦することについては、同意することに決定いたしました。次に、山里博氏を推薦することについて、これに同意することにご異議ありませんか。ご異議ないと認めます。よって、山里博氏を推薦することについては、同意することに決定いたしました。次に、日程58。 第56号議案、監査員の選任についてを議題といたします。本件は地方自治法117条の規定により、除籍の必要がありますので、まず井上重久議員の退場を求めます。井上重久議員を 監査員に選任にすることについて市長の説明を求めます市長,市長ただいま上程されました第56号議案監査員の選任について提案理由をご説明いたします市議会議員のうちから選任しております監査員中村照夫氏および平野剛氏が 本年3月31日をもって退職いたしますので、その公認の委員を選任しようとするものでございます。監査委員として井上重久氏を適任者と認め、選任いたしたいと存じますので、地方自治法第196条第1項の規定により、議会のご同意をお願いしようとするものでございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 お諮りいたします。井上重久議員を監査委員に選任することについて、同意することにご異議ありませんかご異議ないと認めます。よって、井上重久議員を監査委員に選任することについて、同意することに決定,を決定いたしました。同議員の入場を求めます次に 竹内良次議員に助席のため退場を求めます。竹内良次議員を監査員に選任することについて市長の説明を求めます。市長。 引き続きまして、提案理由をご説明いたします。竹次良二氏につきましても、監査委員として適任者と認め、選任いたしたいと存じますので。地方自治法第百百九十六条第一項の規定により、議会のご同意をお願いしようとするものでございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。お諮りいたします。 竹っ良治議員を監査委員に選任することについて、同意することにご異議ありませんか。ご異議ないと認めます。よって竹嗣良治議員を監査委員に選任することについて、同意することに決定いたしました。同議員の入場を認めます求めまますす求 次に、日程59、第47号議案、長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少、および同組合の規約の変更に関する協議についてを議題といたします。市市長長の説明を求めます市<長>市長 ただいま上程されました第47号議案長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び同組合の規約の変更に関する協議について提案理由をご説明いたします本件は南港北部環境衛生組合の監視さに伴い長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び 同組合の規約の変更について関係市町村等と協議をしようとするものでございます以上で提案リ理事の説明を終わりますよろしくご審議のほどお願いいたしますこれより質疑討論を行います質疑討論を終結しただいま議題となっております 第47号議案については、ついて採決いたします。本件を原案通り可決することにご異議ありませんかご異議ないと認めます。よって、第47号議案は原案のとおり可決されました。次に、日程60、第1号報告、専決処分の報告についてから、日程63、第4号報告、専決処分の報告について、 まで以上四件を一括議題といたします理事者の報告を求めます環境部長それでは第一号報告専決処分の報告についてご説明いたしますこれは法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定及び和解につきまして市長の専決処分事項の指定に基づき専決処分したもので地方自治法第百八十条第二項の規定により 報告するものでございます。その内容は。ゴミ収集車の運転に伴う交通事故にかかるもの1件。一件施設の管理貸しにかかるもの七件について。別紙記載の通り賠償し。和解したものでございます。以上でございます。まちづくり部政策官。第2号報告および第3号報告の。 専決処分の報告について一括してご説明いたしますこれらの報告は市長の専決処分事項の指定に基づき専決処分した事項について地方自治法第180条第2項の規定により報告するものでございますまず第2号報告ですがこれは市営住宅の明け渡し等に係る訴えの提起に関するもので市営住宅の家賃等の滞納者1名について 市営住宅の明け渡しおよび滞納家賃等の請求の訴えを管轄の裁判所に提起するため、専決処分したものでございます。次に第3号報告ですが、これは、市営住宅の家賃等の支払いにかかる和解に関するもので、市営住宅の家賃等の滞納者4名について、その滞納家賃等の支払いにかかる和解を管轄の裁判所に申し立てるため、専決処分したものでございます。以上でございます。 理財部長第4号報告、専決処分の報告についてご説明いたします。これは、訴訟物の価格が300万以下の訴えの提起について、市長の専決処分事項の指定に基づき、専決処分したもので、地方自治法第180条第2項の規定により、報告するものでございます。そのの内容は西出町の土地について 自己取得を原因とする所有権移転登記手続きの請求の訴えを管轄の裁判所に提起するものでございます。以上でございます。ただいまの報告に報告について質疑はありませんか？質疑を終結いたします。以上、4件は地方自治法の規定により報告されたものでありますので、ただいまの報告によってご了承をお願いいたします。次に日程64。 1> 議第1号議案、九州新幹線西九州ルートの整備促進に関する意見書について、及び日程65議第2号議案地方議、地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書について、以上2件を一括議題といたします。提出者の説明を求めます6番平野剛議員 ただいまの議題となりました議第1号議案ほか1件について提案理由を申し上げますまず議第1号議案九州新幹線西九州ルートの整備促進に関する意見書について申し上げます九州新幹線西九州ルートは本市の発展において極めて重要な役割を担うものであり新幹線開業を地域活性化の起爆剤とするために 長崎駅周辺再整備事業などに多額の投資をを行いままちづくりり進めておりますしかしながら導入の前提となるフリーゲージトレインにつきましては開発に遅れが生じており安全性や経済性の問題など先行きが見えない状況であることから市民の間には戸惑いや懸念が広がりまた鉄道事業者からも次回の 機関可変技術評価委員会の評価結果によっては、全線フル規格化の検討が必要との姿勢が示されております。よって国に対し、新幹線本来の時間短縮効果が発揮できるよう、山陽新幹線への直接乗り入れを確実に実現すること、対面乗り換え方式が固定化することがないよう、 前線フル規格化を視野に入れた検討を早急に進めることを強く要望する本意見書を提出しようとするものであります次に議第2号議案地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書について申し上げます地方創生が我が国の将来にとって重要な政治課題となり地方議会の果たすべき役割が重要になっている中 地方議会議員はこれまで以上に的確に執行機関の監視や政策提言等を行うことが求められております。また地方議会議員はさまざまな活動を行っており。近年都市部を中心に専業化が進んでいる状況にあります。一方で統一地方選挙の結果に見るように住民の関心の低さや。 地方議会議員のなり手不足が深刻な問題となっております。よって国に対し、国民の幅広い層からの政治参加や、地方議会における人材確保の観点から、地方議会議員の厚生年金加入のための法整備を早急に実現することを強く要望する本意見書を提出しようとするものであります。以上2件の案文につきましては お手元に配布いたしておりますので朗読を省略させていただきますよろしくご審議の上ご賛同賜りますようお願い申し上げます以上で提案理由の説明を終わります これより質疑討論を行います17番大石文樹議員えただいま議題となりました議第1号および議第2号について反対する立場から意見を申し上げます議第1号九州新幹線西九,州西九州ルートの整備促進に関する意見書は国に対して新幹線本来の時間短縮効果が発揮できるよう 山陽新幹線への直接乗り入れを確実に実現すること、リレー方式は固定化することがないよう、全線フル規格化を視野に入れた検討を早急に進めることを要望しようとするものです。日本共産党は、九州新幹線西九州ルートの計画当初から、新幹線整備ではなく、長崎本線の改良で、長崎博多間の時間短縮は図るべきだと求め、新幹線整備に反対をしてきました。 本意見書で求めようとしている内容については、そもそもフリーゲージトレインと整備新幹線では最高速度が異なり、山陽新幹線への直接乗り入れが現実的でないことは明らかです。全線フル規格化による掃除業費は明確にされておらず、フリーゲージトレインで掃除業費5000億からさらに高額となることは必至であります。 佐賀県の費用負担の問題もある上に多額の税金をつぎ込むフル規格化は到底認められず、本意見書の採択に反対するものです。次に第2号、地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書は、国に対して地方議会議員の厚生年金加入のための法整備を要望するものですが、長崎市議会議員が厚生年金に加入した場合、 事業主負担つまり市の負担は年間数千万単位になることが予想されます地方議員の厚生年金加入を一概に否定するものではないものの新たな税金投入に市民の理解を得られるか疑問ですこうした意見書が出される背景には国民年金の受給額があまりにも低い現実があります地方議会における人材確保を理由に厚生年金の加入を求めるよりも 低すぎる受給額の底上げ、最低保障年金の導入などで、頼れる年金を実現するよう国に働きかけることこそ先決ではないでしょうか。議員報酬の少ない町村議員などへの手だては、別途考慮する必要があるとしても、現状での厚生年金加入は時期早早だと考えますすよって本意見書の採択には反対です以上反対対で以上討論とします。 質疑討論を終結し、ただいま議題となっております、議第1号議案および議第2号議案、以上2件について一括して採決をいたします。各案を可決することに賛成の議員の起立を求めます。起立多数であります。よって、議第1号議案および議第2号議案は可決されました。なお、ただいま可決されました意見書につきましては、 議長において関係行政庁および国会に対し提出したいと思いますので、ご了承をお願いいたします。次に日程66、平成29年度公益財団法人長崎市体育協会経営状況説明書についてから日程75、平成29年度地方独立行政法人長崎市立病院機構 経営状況説明書についてまで、以上10件につきましては、すでに配布されております、説明書のとおりであります。以上10件は、地方自治法の規定により、提出されたものでありますので、同説明書によってご了承をお願いいたします。次に、日程76、定期監査、財政援助団体等監査、および現金水悼検査、11、12、1月分結果報告については、 すでに配布されております報告書のとおりであります。本件は地方自治法の規定により報告されたものでありますので、同報告書によってご了承をお願いいたします。次に日程77、行財政の効率的運営及び重要施策の推進についてから、日程81、議会運営についてまで、以上5件を一括議題といたします。お諮りいたします。日程77、 行財政の効率的運営および重要施策の推進については、閉会中の総務委員会に、日程78、民生福祉、保健行政および教育行政の充実については、閉会中の教育構成委員会に、日程79、観光環境行政の充実および地域産業の活性化については、閉会中の環境経済委員会に、日程80、 組織盤および住環境の整備のさらなる充実については、閉会中の建設水道委員会に、日程81議会運営については、閉会中の議会運営委員会に、それぞれ調査終了まで継続して付託することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議ないと認めます。よって、以上5件につきましては、それぞれ閉会中の各常任委員会および議会運営委員会に、 調査終了まで継続して付託することに決定いたしました。次に、日程82、長崎駅周辺再整備についてから、日程84、雇用・人口減少対策についてまで、以上3件を一括議題といたします。お諮りいたします。ただいま議題になっております3件につきましては、それぞれ11人の委員で構成する、長崎駅周辺再整備特別委員会、 及び観光客受け入れ対策特別委員会、並びに10人の委員で構成する雇用・人口減少対策特別委員会を設置して、これに付区の上調査することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんかご異議ないと認めます。よって以上3件につきましては、11人または10人の委員で構成する各特別委員会を設置し、これに付区の上、 調査することに決定いたしましたただいま設置されました各特別委員会の委員の選任につきましては長崎市議会委員会条例第6条第1項の規定により議長において指名をいたします特別委員の指名を初期に朗読させます議事調査課長長崎駅周辺再整備特別委員池田明子議員中村俊輔議員 中村輝夫議員、浅田五郎議員、浦川基次議員、前熊正直議員、林博文議員、久泰議員、岩永俊弘議員、中西厚信議員、奥村周慶議員、観光客受け入れ対策特別委員、井上重久議員、中里康典議員、馬場直行議員、 板坂博之議員、竹次良二議員、堤勝彦議員、福沢照光議員、吉原隆議員、内田貴秀議員、深堀義明議員、橋本剛議員、雇用・人口減少対策特別委員、逸話清隆議員、木森俊也議員、後藤昭彦議員、 佐藤正宏議員、向山宗子議員、山本信行議員、相川和彦議員、山崎武志議員、大石文樹議員、幸い大輔議員、以上でございます。以上のとおり、指名したいと思いますが、これにご異議ありませんか、ご異議ないと認めます。よってたたただいいまま指名いたしました議員を それぞれぞの特別委員会において委員長及び副委員長の御選を行うため、暫時休憩をいたします。各特別委員会は直ちに開会をお願いいたします。休憩前に引き続き会議を開きます。ただいまの休憩中に、各特別委員会におきまして委員長及び副委員長の御選が行われましたので、 その結果をご報告申し上げます長崎駅周辺再整備特別委員会、委員長、中村輝夫議員、副委員長、浦川基次議員、観光客受け入れ対策特別委員会、委員長、竹次良次議員、副委員長、中里康則議員、雇用・人口減少対策特別委員会、委員長、山本信行議員、 副委員長、山崎武志議員、以上であります。この際、お諮りいたします。今定例会における議決事件について、その条項、軸、数字、その他の整理を要するものにつきましては、会議規則第41条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議ないと認めます。よっててこれらのの整理を要するものにつきましては 議長に委任することに決定いたしましたこれをもって会議に付された事件はすべて議了いたしましたので平成29年第1回長崎市議会定例会を閉会いたしますお疲れ様でした